はい、ポンちゃん、朝からかわいい。ポンちゃん。ちょっと狭いとこでぐねぐねしてるから落ちそうで怖いですけど。朝の儀式でした。いっちゃんくんおかえり。はい、朝日に当たって気持ちよさそうなジャン君ポンちゃん、だんだん少なくなってるんだね。もうこの辺までしか来ていません。ポンちゃんはこの上に乗るようになってきました。やっぱり少ない日差しをですね、最後まで浴びようということだと思います。お母さんがさ、お稲荷さん買ってくれたからさ、言い出せなくて腕開けた。お稲荷さん買っちゃったの？そうなのよ。お稲荷さんだらけないけ。だからね、何にも言わずに上に持ってきたの、だから電話したんだけど。え？これがね、3人前お稲荷さん買ってきたって言うから電話して、どうせ何か買ってくるなと思ったから、お稲荷さん買ってきたってよっていう電話を入れようとしたら、留守電にもならずに繋がりませんって言われちゃった。あ、そうなの？あれ、何だろう？一体どこまで行っとるんや。こんな、そうなんだ。そして気づかなかった。話は話はこちらの箱になります。ポンちゃん。ポンちゃんのスリスリ用箱はですね、またいただき物です。今開けます。はい。ファミネーターだって。ファミネーターって何？にゃんこの毛を溶かし溶かしするやつ。ブラシか。そうそう。なんかバリカンみたいな形してるなと思って。そうなの。バリカンみたい。じゃあ見てみよう。なんていうの？すごく毛が取れるやつ。ファーミネーターだって。ジャン君喜ぶね。そう、なんかね、ちょっとね、あのいつもうちが使ってるのとはタイプが違うから、ジャン君くんが初めての感触かもしれません。はい、ポンちゃん。ね、ポンちゃん。ラバータイプじゃないから、いつもなんか、ついさ、ジャンコのお好みのやつ使っちゃうから、
この紙を取らないとダメ。こっちだと思うのね。そうなの？そっか、結構頑丈なんだね、うん、すごいね、頑丈です。やっぱりこっちじゃない？おお、こんなことになってるの。おお、不思議な開け方。はい、やっぱりバリカンだ。ターミネーター。まあバリカンみたいな。あ、外国の絵。はい、これがブラシなんだそうでございます。私もターミネーターっていうのはさ、使ったことないから。ああ、要するにこう。そうそう、スキスキすると、無駄な毛がいっぱい取れるよっていうやつなんですよ。これは、これはカッターみたいになってるけど、これはあれか、挟まった毛が、これで出る、ね。押すと取れるってことかな。そういうことなんだね。英語なんです、全部。うん。ほれ。ハーミネーターって外国のやつ、特にこれは刃物ではないので、うん、こういうことだね。これで外に出して、はい、どっちが先やる？え、キョン君消えたよ。開いた。はい、うん、なんだろうっていう顔になってるね。うん、どんな感じ？これやる方もあんまり上手じゃないね今。なるほど。そうだね、練習しないと。うん、よいしょ。右手左手逆だな。ターミネーター、ニューモデル、小型猫、短毛種用。まあまあな感じ。嫌がらない感じ、はい、そうだね、逃げはしないね。ジョン君どうですか、どんな感じですか？はい、取れた。なんかね、ものすごくごっそり取れるってそうみんな言うよ。こういうことだね。はい、今だけだとそんなではないけど取れるっていうことですね。そうね。よいしょ。ちょっと練習して、人間が練習しないと。はい。ふい。ふい。お客さん。どうですか、お客さん。ま、あとはあれかもね。もう少ししてさ。うん。抜け毛の季節とか。そうね。抜け、何？夏毛？あれ？冬毛から夏毛に変わる時とか、うん、めっちゃ取れるのかもね。ニンジンいっぱい取れるってよ。どうですか？気持ちいいですか？よかったね、ジャン君。痛くはなさそうだね。おお、取れた。こんなことになってます。で、押すと取れるんだ。で、こうやって戻す。え、戻すの？あ、逃げた。なるほど。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。なんか文明を感じます。すごいね。なるほど。じゃあこれで人間が上手になるように、ちょっと待てよ。いやいや、違う違う。それは取れないと思うよ。ジャン君たちにはさ、抜け毛がある。なんかね、ブチブチ音がするんだ。普通に櫛か、櫛みたいになってるだけか、うん、やろうか、うん、はい、意外と重いんだね。そうだね、うん、
はい、ポンちゃん。何ですか、ちゃんさん。おお、楽しくしてるね。ニョキ。おお。それで、うん、効率よく取れる感じがあるね。こう戻すのはどうやるの？あ、また押すの。押せない。上か下かな。お？押せないよ。押して。ん？やりすぎちゃった私。抜くのに押したの。ただ毛は抜けたの。力を入れればいいな。そっか、ちょっと硬い。うん。ポンちゃんどう？はい。はい、ポンちゃん。ちょっとまだジャン君の毛がついてたから。ジャン君の毛を取ってからね。はい、ポンちゃん。お？来た来た。はい、来た。はい、あ、入りたかった。入りたかったの？ポンちゃん、おいで。ちょっと一個だけ味が違う。グリーンフリーじゃないけど、この魚主原理、第一主原理のやつ、期間限定のやつ買ってきたよ。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、おいで。今度ヒゲ発見。この爪取りのカスが、はい、取れた。はい、おいで、おいでおいで、シャッキ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 、うん、見てる見てる見てる、シャッキシャッキシャッキふふふ、おいちゃん、おいちゃん、どうしようか。なんだ、ジャン君の匂いした？ジャン、ポンちゃん出てこないとブラッシングできないんですけど。ポンちゃん、ポンちゃん、じゃあ次回ね。そうだね。それでは開封です。箱根寄せギーイート、寄せギーイート、寄せギーイート、あ、ちょっと期待に胸膨らみますね。ほんま、まだでん、寄せギーイートはなんか、あの、バームクーヘンって書いてあった、後ろに。で、開けないから、もしかしたら寄せギーで、こうほら、なんか重なってるやつじゃん。重ねて重ねてやるじゃん。それだからバームクーヘン？あ、寄せ木だ。そうだ、寄せ木に違いない。これ、こういうやつね。でもほら、木だから。バームクーヘンも木みたいな。こういうのかなと思ったんだけど。寄せ木に違いない。なっ、はい、食べよう、はい。食べますか。半分ちょうだい。半分食べてみよう。バームクーヘンだよ。うん。あ、さっぱりしてる、美味しい。ここはね、木みたいにね。そういうことかな。あれ違う？うん。甘ったるくなくていいね。しっとりしてるよ。さて、それでは、これなんていうの？なんとか信玄ビスキュイ。あ、ビスキュイの、意味がちょっと違っていました。
紅茶につけて食べるやつではなかったみたいですね。そう、紅茶につけるやつはビスあれさっきも言ったビスコッティ、ビスコッティです。硬いやつはビスコッティでした、うん、ビスキュイは開けてみる、うん、あの柔らかいねクッキーみたいなやつになんか真ん中に挟まって、ほらこんな感じで。なるほど、見たことあるこれ。うん、うん、美味しいよねこれね。はい、信玄餅、あ、半分こ、あ、いい匂いがする。うんうんうん、黒糖って書いてあるから黒糖の匂いだ。あ、そっか、黒糖。信玄餅の味のするビスキュイってことだよね、きっとね。うん、うん、美味しい、ご臭ございます。美味しい、うん、なんだろう、この和な感じがいいね。うん、ちゃんと信玄餅の味がするよ、うん、きな粉の味がする。そうだね、うん、何段階かに味がしてくるの。うん、はい、どうもありがとうございました。少し勘違いも入っていましたが、こういうものでした。うん、おいしい、おいしい。でもこれ紅茶とかね、お茶と一緒に食べたらおいしい、うん、そうだね、うん、で、また、これを、解説している開封動画、夜遅くになっちゃいました。明日食べます。